ボンジュールごきげんよう、羊の演劇部 VTuber ヤギメイコです。今日見てきたのは映画魔女がいっぱいというタイトルです。なんかすごいね、邦画臭さがマックスなんですけれど、なんとこれアン・ハサウェイが魔女役ということで、結構ね迫力のある魔女をやっている。あと監督がバックトゥザフューチャーのロバート・ゼメキス、さらに原作がチャーリーとチョコレート工場の児童文学作家ロアルド・ダールというね、なんかすっごいメンツなんですよ。で、何より告知を見た時にアン・ハサウェイのあの貫禄、もう魔女なんですけど、まあいかにも悪役の魔女っていうのをねアン・ハサウェイがやってるんですよ。ストーリーとしてはまあ主人公の少年が魔女に会ってしまって、その魔女に追いかけられるっていう、まあわかりやすい感じのお話です。児童文学ってなってるんですけど、割とねホラーテイストというか怖い感じに作られてますね。僕対魔女の冒険活劇って思ってもらえたらいいのかな。あのアン・ハサウェイ主役じゃないんですよね、基本的に言うと。登場人物のなんかボスって感じなんですけど、主人公がなんて言ったらいいのかな、これ予告見ればわかるんですけど、ネズミ、まさか動物ものだったとはっていう感じのストーリーになってます。これがね結構ねわからないまま最初見てたら、あなたは誰っていう感じがすごく強かったです。でチャーリーとチョコレート工場もね、いがちなあのちょっとなんていうの、ぽってりされたお子ちゃまもいて、あいたいた、こんなんいたわーみたいな、すごいなんかなんだろう、懐かしさ、チャーリーとチョコレート工場見た方には懐かしさマックスなところがあります。でこのね魔女がね、もうあのもう魔女の前提がねすごい、あの化け物じゃんとかね、魔女って言うとさ美人だけどちょっと冷たくてとか怖くてとか、あのマレフィセントみたいな魔女だと思ってみたら大間違い、なんつーのクリーチャーっていう感じですね。でそのクリーチャーの魔女なんですけど、なんか言っちゃっていいのかわかんないんだけど、アン・ハサウェイすげえなって思いました。あの美と対極に、いやすっごい言葉選んだんだけど、美と対極にいるような魔女の特性を全身で遊んでるなっていう感じの、なんていうの、このいかにも人間から離れたクリーチャー的な存在をいかに楽しく面白さを入れつつ、もう全力でふざけてるっていう感じの役者魂がもうほんと最高でしたね。これあれ私褒めてんのかな、褒めてるよ褒めてるよ、これ超褒めてる。でキャストなんですけど、もうやっぱりアン・ハサウェイの圧倒的存在感と、あとですね主人公の僕のおばあちゃん役のオクタビア・スペンサー、こちらの方がですね、前回私が見た2分の1の魔法ニコエの出演で出てらしたらしいんです。私吹き替え版で見てしまったのでオクタビア・スペンサーの声は分かんなかったんですけど、役どころがマンティコアのコーリーということで、もう本当にねガハハハハーっていう豪快なおばちゃんですね。あ、ぴったりって思いました。このアーハサウェイとオクタビア・スペンサーの対決シーン、もう表情だけでほんとすごい、これは迫力めっちゃすごいっす。まあ、他にもねいろいろ、まあ、いらっしゃるんですけど、もうこのシーンが私は忘れられなくて印象的でした。あとやっぱりあの魔女、アン・ハサウェイ率いる魔女軍団の魔女の皆さんもね結構個性的でね面白かったです。貫禄がねみんなやっぱりなんか圧が違うな、目力違うなっていうのを感じました。そんな魔女がいっぱい、2020年の公開の映画でした。ではでは、ありがとうございます。シープ